タイ人っていうのはもうそもそもやっぱり浮気症なんですか？タイ人の友達とかだと、うん、まあ、あのいろんな女の話をしますね。それどうするんですか？怒るんですか？どうする？はい、佐久間でございます。はい、ミハです。鈴本です。いい声かっこいいいいグッドボイスだね。これ顔を見せたい。はいはいはい、顔もグッドフェイスなんで。もうね、鈴本ファンがいるんですよ。あ、いいでしょう、いいでしょう。あのね、まあ、この話はね、まあ、鈴本さん様々なんだけれども、はい、まあね、前回にお届けしたうん、紐男っていうテーマがね、僕の夢ですね。そうです、そうです、そうです。僕は未だに夢は変わってませんから。そうだ、これは諦めなさい。タイ人がどういうふうにね、どういう人がいるんだろうっていうので結構検索してみたんですよ、うん、はいはいはい。まあ優しいとか、うん、なんか時間にルーズだとか、うん、まあそれいろいろ出てきた中で僕が気になったことがあるんですよ。はい、何ですか？タイ人は浮気症だっていうね。おお、っていうのが記事に取り立たされてたわけですよ。うん、なので、まあ、これを今日はね、タイ人にね、お話を聞いてみたいなと思います。タイ人っていうのはもうそもそもやっぱり浮気症なんですか？お金やればだいたいね、多分 80% くらいかな。 80%？ まあこれはあの僕たちの個人的見解なんで、もちろんデータではないね、ちゃんとしたタイ人もいらっしゃるという中でのあの話してることは理解してくださいね。80% は、お金持ってる人の中ですね。ああ、お金を持ってる男性、お金持ちの男性は浮気症ってか。遊ぶお金もあるからね。そうそう、そういうことです。まだ若い時は、まあ、お金がない、遊びのお金がないから、そんなに、うん、まあ、少ないかもしれない。そうですね。出会う場所も少なければ、その出会って女の子を喜ばせるお金もないということになるのかな。なるほど。じゃあ、やっぱり顔が良くて、まあ、仕事もできて、ちょっとお金を持ってるなって人はジャオシュー。ジャオシューはさ、どういう意味ですか？ジャオシューは、うん、プレイボーイとか大きいもの。ジャオシューじゃないのってよく言われると思うんですよね。これなんかなんか。で、なんで聞きます？あなたジャオシューですか？ジャオシューマイ。ジャオシューですか？不是ね、ジャオシューマイ。マサさんがね、何度か横で言われてるのは聞いたこと。その違うよっていうのはマイチャイとか。うん、マイチャイでも OK、マイだけよ、マイ、マサさんはマイチャーシュー、マイ、マイ、そうそうそう、マイ、そうそうそう、だからふざけていくといいですよね。うんうん、このようにですね、あのちょっとしたタイ語を出したんですけれども、ミヤちゃんがね毎週1分タイ語レッスンなどやってますので、ぜひともねこの概要欄にありますこの LINE アットからですね友達追加してもらったら、タイ語のプレゼントとかございますので、ぜひともあのタイ語レッスンの方を受けてみてください。これ女性はどうなのよっていう話ね。逆になんかやっぱりタイ人の女性ってすごく可愛い子もいっぱいいるみたいなね、多分日本人の人をいっぱい思ってる方いらっしゃると思うね。はい、可愛い子はやっぱり同じジャオシューなんですか？この5年くらいは皆さんが綺麗になれるから、もうよくジャオシューはパーセント多いですよ。まあ目が大きくて顔がちっちゃくて、うん、オペレーションね。じゃあね、そうそう、オペレーション、そうそう、だから自分の綺麗になって、まあ、チョイスできるじゃん。そうですね。そう。それ女の子はなんか恋人を持ってるけど、まあ、恋人は何人くらいはいる。じゃあすぐ付き合えるって可能性が早いってことですね。はい。ちゃんと相手を知る前にもうとりあえず付き合っちゃってっていう感じだってことですね。うん、そう。周りにもいますか、宮先生？今はそんなにないけど、もともとはね、子供がまあ、いる人が多いからもう大人になっちゃって、でも若い子は、まあ、いる、うん、みんないっぱいいた。なんかチョイスね、みんなチョイスする。日本人からしてみたらどう思うかって話もちょっと知りたいよね。私も知りたい、うん、だからマサさんから見るタイ人っていうのはどう思います？はい、浮気症の人が多いイメージってあります？あれやっぱりその綺麗な方は上手にやってますよ、うん、ただですね、はいはい、情熱的だけあったらやっぱハマったらこう一直線になる人多いので、はい、そんなにうまく浮気をしてる人っていうのはそう多くないイメージは僕はちょっとありました、ね、なるほど、深い深い。なるほど、好きになるともうちょっとつ盲信型が
多いですもんね、タイの方で諦めてすぐ次に行くっていうタイプは結構いるのかなっていう。あ、そう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 、猛牛タイプですね。猛牛だから同時の並行でいっぱいっていうのはなんかあんま見たことないかもしれない、まあ、チョイス自体は何人かいるかもしれないけれども、そうそうそう、勝ってる感じ、うん、スパッと行ったらもう次あるしっていう。でもそのまでにスパッと行くまではグワッてくるグワッと行って、一気にグワッと行ってみたいな。タイの友達とかだと、うん、まあ、 あのいろんな女の話をしますね、あの遊びの遊び慣れてるんですね。え、でもその人ってやっぱちゃんとした彼女さんはいらっしゃったり、いてです、いて他の女行こうぜみたいな。なるほどなるほどなるほど、まあ、お金に余裕があるということは、ね、はい、そうなってしまうのかな。いや、もうこれはもう日本人も同じですよね、多分ね。まあそうですね。何人でも一緒くらい。ああ、そう、僕の周りにいる人がっていうことかもしれないですけど。でもね、でも一つ言えるのは、はい、そういう人ほど彼女をしっかりあのちゃんとケアしてるっていうのがありますよ。遊びと彼女をしっかりうまいんだよね、うん、分けてるというか。そのジャオ州の男でもやっぱタイプだったら許しますか？ジャオ州というはなんかフレンリーくらいは大丈夫。あ、友達、分かる、友達、ね、フレンリー、ちょっと女の子と話すんだけどなんか面白いだから遊んで大丈夫だけど、でももし浮気者はダメ。私だったらね、そう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 。それどうするんですか？怒るんですか？どうする？もし浮気者は怒る怒るどんな怒り方するんですか？聞いて、なんでとか、それで、詰めるんです。多分ちょっと喧嘩して、で、分かる。あ、セパレートする。多分文句言うんですね。まあ、まあ、そんな時は多分、まあ、別に怒ってるかもしれないから、多分、いい女の子はいけない。いい女の子で入れないね。そうそう、入れない。うん、みんなで一緒、女の子は。え、でもそういう時って、やっぱり、女の子って男の人が浮気してるなっていうのは、なんとなく分かるの？シックスセンスってやつ、うん、そうそうそう、感じるやつね、感じる、うん、最初はね、それ感じてチェックして、チェックするんだあの携帯を見られる確率高いなと思いましたよ、うん、でもね、これ僕の友達も言ってたんだけど、はい、結構タイ人の女の子、まあ彼女さん、うん、その時結構パスワードとか見てるらしい。そう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 絶対に間違いないっていうパスワードが見て、しかも寝ついてる時とかに見れるんですよ。そう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 。で起きたら怒られるの、いきなり。なんかほっぺが痛いなと思ったら殴られて起きるの。それは本当にやっぱり好きだからってことかもしれないんだけど、うん、好きが過ぎるからもうちょっとおかしいなっていう感覚になったら、うんうんうん、すぐに携帯チェックをされるので。うん、暗証番号の変更はちょっとすぐにしといた方がいいんじゃないかな。多分最初からなんかパスワード分かってる。分かってんだ。だけどよくチェックじゃなくて線があればチェックします。うん、例えば怪しいと思ったら見るってことね。そう。でも最初は まだなんか感じない時は多分1週間1回でチェックするとか、まあ、1ヶ月後チェックするとか。もしなんかフィーリングが感じるんだったらなんかすぐ分かるでしょ、うんうんうん、だから最初は自分のパスを持ってるは言わない、うん、チェーンするでしょ男はあとね、情報網が結構すごいかも。あ、友達の友達を通じて聞いたっていうの。そうでうまく鎌もかけてくるし、女の子をチェックする時は多分昨日はどこ行くとかじゃ気になるから、うん、どこにいる、誰と一緒、うん、こっち、自分の男をチェックじゃなくて恋人の友達チェックします。最初は。あ、そうだね、そのそから固めてくる確信を彼氏から聞くんでしょお前どこ行ったの昨日って、うん、この男を親友から、あ、彼はなんか例えばねキューブクラ行って多分一緒に行くかなと思って、そういう感じ。あ、なるほどね。探偵が多いんですよ多いかも、情報もすごい、ね、ないよ本当に、まあ、とりあえずその、まあ、男女ともに、まあ、タイ人はもちろん浮気症の子はいると、うん、まあ、その彼氏彼女さんがいた時にね、そのルールを破るっていうのはちょっとね確かに気をつけた方がいいなとは思うけれども、そうやって人間には失敗を繰り返し大きくなっていくものなんじゃないかなと、はい、で思いますので、僕はね、でも日本人の皆さん結婚が早いでしょ、本当に若い、なんか20、まあ、まあ30歳前が多いじゃない、うん、確かに30歳前の第一結婚期はあるよね。タイ人は
そんなに早くないですよ。あ、そうなの。20歳から30歳までは、これはこのエクスペリエンスでしょ、うん、勉強、うん、まあ、何人が彼女、何人がなんか恋人いる、うん、でも大丈夫。そんなに、悪い人わけじゃないから、結婚は大事でしょ。もしもう一緒に行けないなら、まあ、別れるはちょっと大変でしょ。だから、うん、結婚までちゃんと一緒になんか、うん、ちゃんと練習して結婚する方がいいと思います。タイ人もそういう感じですが多いんだね。もう一緒に行けないなら、まあ、別れるから。ああ、そうなんだ。よってことでね、いいところも悪いところも、うん、そう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 。今練習があって本番に行くってことだよね、はい。それでは今回はですね、ちょっと浮気症、結構楽しいテーマだったんですけど、次もまたちょっとね、みほりはほりちょっと自分も情報を探って、届けていきたいなと思いますので、今日は以上になります。結婚を前提に付き合ってるのかどうかっていうのを聞かれる気がするよ。はい、将来、うん、将来、うん、将来どう考えてるか。あ、そう。ちなみに誰の話ですか今。あ、私です。まあ、笑顔になれることとか作れる人だと思うので、やっぱり、うん、一緒にいて楽しいんだよね。あ、まあ、やっぱりそういうとこありますね、やっぱり。だからそういうとこはやっぱりイコールどういう人種かというと、ジャオ州ジャンルには入ってくるので、はい、あなたは、でいや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 、っていうこと聞いてるんじゃないかな、やっぱり。いやいや、もう顔だけですよ、みんな。いやいやどう考えても。